はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、以前ご紹介した下敷きとかで作ったゲージなんですけど、これですね、こちらをですね、上からしかお世話できなかったんですよね。前はくり抜いてないんですって。それをなんとかしたかったんでね、ちょっとまた100円ショップ行って作ってみました。この表にね、扉をつけて前からお世話できるようにねしてみました。で、今回使用したものがですね、この下の部分の長板ですね。長板ダイソーで売ってましたんでね、これを使いましたね。それでね、この上の部分なんですけどね、これはセリアさんに行ってね、これ買ってみましたね。これ留め金っていうんですか、アーチ型留め金、それを使いましてね、ちょっと作ってみました。これでお世話できると思うんですけどね。よいしょ。それでですね、もう一つ、こう、ダメだよ。で、もう一つ改造したのはですね、ここ。わかりますか、これ。Amazon でハムスターゲージってね、調べたらこんなのがあったんで、ちょっと真似して作ってみましたね、この階段。下敷きでちょっと切ってね、作ってみましたけど、さっきチップ君飛び降りたんでね、ちょっと危ないかもしれませんけど、とりあえず真似して作ってみました。この前からお世話できるのはね、すごいいいと思います。あとは耐久性ですかね、耐久性、心配だろう。幅がですね、これ B4 サイズなんで、幅が30、横が38センチ、縦が 26.5 センチって書いてありますね。ちょっとこれ狭いんですけどね、約40センチあるんで、まあぼちぼちって感じなんですけど、はい、では本日は以上になります。この前からお世話したかったんでね、この前のこの扉をつけてみたかったんで改良してみました。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさようなら。
さよなら。さよなら。